自由に生きるとかね、常識を壊していくとか、まあ私も思わないでもないんですけども、やっぱり私はね、世の中のほとんどの人が常識的な行動をとってくれたりとかね、まあサラリーマン社会っていうのがあったりで、ルーチンって言って毎日毎日同じことを繰り返す、そういうふうな社会基盤があるからこそ、私は異端であり続けたり隠居ができたりするんだろうなと思うんですよね。だからみんながね、非常識な行動をとると、これはこれで社会が成り立たなくなると思うんですよね。だから基本的には多くの人が電車を運営してくださったりとかですね、スーパーで、食品を扱ってくださったり、医療関係の仕事に就いていたり、そしてそれぞれの職員に就くために、学校に行ってくれたりね、競争社会の中に居続けたり、常識的な行動をとってくださったりする、その上で、私はね、非常識な行動をとっても世の中の大部分が常識的な社会に維持されているんで、多分私はこうしてられるんだろうなと思います。ですんでね、私はね、ことさらに非常識な行動とか常識に縛られていることとか、こういうことをね、いいとこ悪いとか言うつもりはなくて、やっぱりたくさんの人が生きている中で、この社会とかね、いわゆる世の中っていうんですかね、言い方がちょっとあれですけども、そういったものがある程度ね、8割から9割ぐらい、固定概念っていうものがしっかりとあって、おそらくみんなこうだろうなっていうふうな、前提の上で成り立つのが、私みたいな存在なんだろうなと思うんですよね。確かに奇妙な人生だと思います。サラリーマン生活ではないですしね、多分私のような暮らしをするのに学歴はいらないでしょう。そして、YouTube ってものがあったり、インターネットってものがあれば、おおよそ多くの人が活用しているものはいらないかもしれませんし、テレビの情報が私必要としてないのも、すでにですね、世の中の情報を受け取ってやってるわけではなくて、私は内側から来る判断とか、自分なりの発想が、全て生んでるのかな。要するに、ね、受信主もではなくて発信主もだからなんですよ。発信することによって、それを受信した人の反応が来て、その反応に対して何がしかのね、アクションを起こすということで、元はやっぱり私の発信なんですよね。ですんで、この自己責任って言葉がしっくりくるわけなんですよ。でね、やっぱりそのブライアン君っていう話をね、延々と、ね、吉谷さんされてましたけども、なかなかね、楽しいところなんだろうなと思いますけども、やっぱりこういうことなんでしょうね。常識的な行動してるからこそ、瞬間非常識ってものに触れたくなるっていうところだと思うんですよ。でも基本的には安定した常識の世界にいる方が、なんだかんだ言っても人はストレスも不安もなくやっていけると。そして常識的な世界にいる不安と非常識な世界に飛び込む不安というのを比べるとね、やっぱり常識的な平均的な社会にいることをやっぱ多くの人は望むんだろうなと思うんです。非常識的な行動をとってね、うまくいく人って本当一部なんですよ。で、ブライアン君っていうのは私知りませんけども、そういう人が本当ね、数名いればもう非常識な放送っていうのは事足りてしまうんですね。でも常識ってものは基本的にどれだけいても困らない、キャパシティは結構無限にあるんだと思うんですよ。だからやっぱり私はね、相当な思いがなければ、そしてリスクを許容する心根がなければ、常識的な行動を取ったまま、そのままその中で喜びや幸せもありますんでね、そうした方がいいのかなと思うばかりですね。やっぱ私はたまたま情報を扱う世界に入って続けることができたし、当初からね、売り上げってのは立てることができましたけども、これはやっぱりね、返すがですね、私が特別な存在だったというよりも、うまく波に乗れた運の問題だったのかなと思うんですよね。
ただやっぱり運をよりね、幸運を高める、そういった方策は取れなくもないんで、これからもねそういったことを発信しようかと思います。かわいいね。はい、ということですね。で、大和くんもね、生まれたのは偶然のような必然のようなね、まあ運もあるし、まあ親の私たちのね努力もあるのかもしれません。というのがやっぱり普通だとね、この子は生まれてこなかった子なんですよ。私はいろんな人工的な科学的な処方をして、時間をかけて、人工的に、まあ産んだというねことがありますんで、まあ科学の子かもしれませんね。きっとね、20年前でしたら生まれることは不可能だったと思いますし、そして私の場合はこの子の出産に対して、まあ費用がねかなりかかりましたんで、そのお金が払えなかったらちょっと難しかったと思いますし、まあ病院の方にね細かく行くこともありましたんで、時間がなければ無理だったのかなと思いますね。で、それが今ね、私はね、インターネットを使ったビジネスのおかげで全て不自由なく満たされていたんで、何の不安もなくこの子を産むことをね、全力をかけることができましたけども、通常でしたらね、その不妊治療っていうものをやったんですけど、不妊治療っていうのはまあ本当に大変ですよ。お金もかかるし、時間的な制約もあるし、精神的な負担もね結構ありますんでね、いやー大変ですね。めんめん、まあ、その上で科学が追いついていなければ不妊治療ってのはね、何ですか、かわいいですね。まあまあまあ、それではいってらっしゃい、いってらっしゃい。